蒸散とは植物の地上部から大気中へ水蒸気が放出される現象である。蒸散は主に葉の裏側で起こるが、これは蒸散の行われる気候が裏側に集中しているためで、葉の表側や茎、花、果実においても見られる単なる水分の蒸発が受動的な現象である一方、蒸散は生物体による能動的な調節、 特に気候の開閉制御が関与する点で異なる。ただし気候を完全に閉じた状態でも、口ク倉ク層を通しての蒸散は行われる。気候を通じて行われる蒸散を気候蒸散クチ口倉層を通して行われる蒸散を口ク倉ク蒸散と呼ぶ。葉の断面の虫傷。頭中下部のストーマーが気候。気温の高い日中は、早く気といった期間から蒸散が、盛んに行われ。 植物の地上部の水分含量が低下する。これにより地上部と地下部との水ポテンシャル勾配が大きくなると水は木部を介して根から吸い上げられる。根においては水分は植物体と土壌との浸透厚さにより移動し無機塩類やその他の養分とともに植物体へ吸収される。このように植物体内における水の移動は蒸散を起点とする。 水ポテンシャルの変化により引き起こされている。また、蒸散は水分の蒸発自体を目的として行われるほか、植物が光合成に要する二酸化炭素を大気中から取り込む際の気候開閉にも付随して起こる。蒸散量を決める外部要因には以下のようなものがある。植物側の要因としては、植物体の大きさ、葉の表面積、気候の開閉状態などがある。 多くの植物は水不足にさらされると気候を閉鎖し、乗産量を低下させることが知られている。この時、気候の閉鎖を誘導し、乗産量を抑えるシグナルの一つとして、植物ホルモンの一種であるアブシジン酸の働きが重要であると考えられている。ある植物、特に農産物の生育期間における、乗産量の積算値を、 その植物の最終的な乾燥重量で割った値を蒸散率という。主な農産物では、この値は200から1000程度であることが知られている。蒸散量の計測には吸水系が使われる。気温が高く乾燥した日には、1本の成り木から1トン以上もの水分が蒸散により失われる。これは根から吸収される水分のおよそ90%に相当する。 砂漠の植物や、針葉樹は、蒸散量を減らし水分を保持するための様々な特徴。例えば発達した口倉を小さな葉面積、埋没型の気候などを備えている。多くの多肉植物は、葉ではなく主に多肉系で、光合成を行うため、植物体の表面積が非常に小さい。このような乾燥地帯の植物は、CAM 型光合成と呼ばれる特殊な、 光合成を行っており、昼間は気候閉じ、夜間に開いている。この方式により、CO2 取り込みに伴う水分の損失を最小限に止めている。例えば直射日光にさらされている厚さ300マイクロメートルの葉は、熱の放散が全くなければ1分間で摂氏100度に達する。植物はこの熱を顕熱損失及び、全熱損失として放散している。 蒸散に伴う放熱は後者に相当する。一般的な植物では太陽から入社する熱のほぼ半分は蒸散に伴って失われる。天熱輸送量の千熱輸送量に対する比率を望遠比という。潤沢に乾水される農作物では蒸散量が大きく、従って望遠比は低い。一方、蒸散による水損失を抑えているサボテンでは 前熱損失がゼロに近く、防遠費は無限大に近づく。ありがとうございます。